グリーンアクションです。今日は電気料金の値上げについてのお話をしたいと思います。2015年6月1日から、電気料金が上がってしまいました。それがでもなんでなのかという話を今日は一緒にしたいと思います。これが今の電気料金の上がっている現状です。で、この図はですね、立命館の教授で経済学者である大島健一先生が作成したものです。で、関電は原発を再稼働したいから、この原発維持費がすごく高くかかってます。要するに原発は何も動いてなくて電気作ってないけど、この維持費を私たちみんなが払ってます。で、あとこれが購入費ですけども、これは違う事業者から購入している電力の費用です。で、この分なんですけども、これが火力燃料の費用です。で、これが原発が止まってるから、その分火力発電所が動いてるので跳ね上がっているわけです。ただ問題は関電は、計画性がなくて、ずっと 3.11 の前、全然火力発電所を新しく開発しないで古いまんまだったので、石油まで燃やしてるので、このコストがすごくかかっているわけです。これがだから今高くかかっている電気料金です。電気を作るコストです。で、関電は原発を再稼働すればこのようにコストを下げられるって言ってるわけですね。これは何かっていうと、まあ、原発の維持費は原発を動かすからもっと高くなるけども、そしてまあ原発の燃料費もかかるけど、で同じように、まあ、違う事業者から購入があるけど、この火力燃料費をずっと抑えられる。だからこういうふうにコストが下がる。だから運転再開した方が皆さん電気料金がずっと高くなくていいですよって言っているわけですよね。関電はこの2つの選択しかないと言ってますけど、でも原発を再稼働しないという選択もあるはずですよね。ね、そう、そうです。例えばこんな感じ、原発がゼロになると、じゃあどうなるんでしょう。まあ、まずはじめにこの原発の維持費がごっそりなくなるということですよね。うんうん、で同じ購入費があって、この火力の燃料のコストがあるけども、このように電気を作るコストを減らすことができるわけです。これとこれと、まあ、こういうふうに両方とも下げるという方法ですね。うん、どっちを選ぶかっていうことだと思います。うん、でこちらの方ですけども、これだけ下げるためには関連の原発の大きい原発4基を動かさないとこれほど下げられません。2基だけ動かしたらこれより高くついちゃうわけですね。もし原発が再稼働して大きな事故が起こったら、またこっちに戻ってしまうという可能性もあるということですよね。で、こっちに移行したらより省エネだとか再生可能なエネルギーの可能性をより長期的に考えれば増やすということも考えられるということですよね。大島先生のこのグラフはこの2つの選択肢を打ち出しているわけです。で、一番大事なのがこういう議論を今しなければいけないと思うんですよね。で、それはやっぱりいろんな計算をして、いろんな人がいろんな計算をしてこのことを議論する、でみんなで話し合うっていうのが大事じゃないかなと思います。だから関電の脅しに騙されないで、選択肢はこの2つだけでないっていうこと、こういうオプションがあると、だこういうことを議論するのが大事というふうに思います。そうですね。